あ、こんばんは。なんだこの暗闇は。なんだこの、この暗闇は。俺は一体何をしてるんだこんなとこで。あ、俺暗。こんばんは。なんだこの BGM は。どうかな、服が別のにしよう。なんでもいい。これはちょっと違うな。開始の部屋、俺の名前はクザ、一発の海賊員だったが、いつの間にか寝てしまったみたいだ。そうだ、起きたら俺はこんな姿になっていた。一発の海賊が着るにはいくらか派手な衣装ではないか。そしてここはどこだ。暗すぎる。上が開くぞ。ここここは開くぞ。開けてみよう。一体俺はどこ。私は誰。俺は、あ、よし、ここちょっと、あ、開けてみよう。俺は、あ、これは、アトラス。思い出した。俺はそうだ。世界取るために、そうだそうだ、寝る間も惜しんで、後悔したんじゃないか。俺は一発の海賊員じゃない。そう、船長だったはず。行こうぜ、インピース探し。真の陰キャのみが手にすることができると言われる。そう、そう、最後の島にあるとされている海賊王ゴールディー、ちょっと待ってよ、シルバー、いやダメだ、判件に引っかかる系ロジャーの策略で、今まさに VTuber 大公開時代の、また暗闇に。これは大丈夫なのか。これはそう、アレクサンディール・ラグーザ。そう、俺は D の意思を継いだアレクサンディール。そういうことなんだよ。真っ暗だ。あれ、俺の後悔終わったか。これインドを極めてしまったか。これはクソ、今バージョンいくつ。持ってくれや。ちょっと待てよ、これは大丈夫なのか。これちょっと待って、キョムキョムの実のキョム人間なんだけど。キョムキョムの実食べたかもしれん。嘘だろ、始まらねえ。あ、ホストコネクションタイムアウト。ああ、そうですか、そうですか。あくまで俺というまさに陰陽クズハをこの大陸から遠ざけたいという。はっ、いかがわしい。無理無理、帰んなきゃいけないから、仲間が待ってるから。ドン。ちょっともういいから、これもう。もうね、いい BGM 芸、いいです。あ、帰ってきた。あ、そんな溺れてなかった。え、なにここ、あれ、どこ、ここ、待てよ。あらすじ。ああ、相変わらず見切れてるな。やっぱ俺だな、この見切れ具合は。俺は俺だ。思い出した。最後の記憶はあれか。なんだ？そうだ。俺たちは、まあ、まだ船長としての才覚が一切育っていない俺のもとで
働いてくれるという気のいい有能な仲間たちと共に12時間かけて島を脱出したと。そして最後の最後に新大陸を目指そうっつって、新大陸を目指そうと言って、出たと。そうだね、仲間かこれ。仲間っぽいな、知らん。そうだ、ベッドワープができる。なにこれ、知らない知らない知らない。どこここ、おらんかんぞおらんかんぞ、お前あれ取ろうぜ。光物には目がねえんだ海賊だから。ほんと浦島太郎状態、目が覚めるとそこは別の場所だったんだが。味の素マーク3 ダッサ、船の名前ダサ。え、ていうか、なんかない？誰か側近、サスケ、サスケ、一体今どうなってるんだこれ。このイカダで、うわっかいる！もうとんでもない海域だったんだが海域がなんか、何ここ、何ここ、てか何ここ、何、あ、苦しゅない苦しゅない、は、何これ、え、これ NPC とかかな。めっちゃいい鎧着てんだけど、もしかして NPC の家とか見つけた？めっちゃ人死んでる。お前やめとけ人んちをぞ。自分ちみたいにすんの、まるで海賊じゃないか。こんにちは。あ、え？なんか剣持ってるよこの NPC。 え、なんか全然抵抗しないんだけどこの NPC。 ほら てか、やったまともな服だ。見て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 、おいおいおい、船長らしくなったじゃん。お前ら、船長の帰国じゃねえや、別に。重い、お前、集まってんねお前ら、ただいま。あれ、こんなに人いたっけ。いや待て、これ王の帰還だねこれは。よーほー、クザ船長の帰還だ。お前ら、よくぞ無事無事どこ、なんだこれは、お前ら、なんだこれは。いいね、よし揃ってか。お前レベル高すぎる。そうだろう、俺がいない間にお前こんなに強くなったのか。重い、このゲーム、このゲーム重い。あのノーパソでできるのか。よーし、お前ら、いや、よくもね、生き抜いてみせた俺なしの状態で。いやー、感慨深い。それどころかこの目覚ましい発展、優秀有能、素晴らしい。いやー、いい船員を持ったわ、お前ら。ラグーザファミリー。ここに、新たに、再び、のろしをあげる。ヨッホー。で、何あれ、ちなみに。あれ何あれなんだよ、これ。お前ら、これなんだよ、これ。お、ちょっと話には聞いてたよ。信長副船長からの情報はね、逐一とまではいかなくて入ってたんだよな。あ、船ができそうとか。
船。おい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 、すっかり海賊らしくなっちまって。お前らお前ら、これお前らお前らお前ら、やばいんだが。俺のための弾だわ。ラグーザ家に使えるものを増えすぎわろってや。っていうかさ、お前らレベル高すぎない？俺レベル10だよ、レベル10。名前はどっかつけんだろ、これ。うわぁ、握りたかった、これ！何にしよう。いや、俺そうだ。本能寺。本能。本能寺。そう。本能寺。本能寺。本能寺。この船の名前は、本の字。あーざっ、この船が崩れ去った時、俺らの航海が終わる時だから、俺らの天下統一の夢が、だせーと。おいお前、おいお前、ちょっとお前誰だ、お前誰だ、おい本能寺ダセーとか言ったやつ、おいダサいとか言って、おいお前ちょっとお前ら本当に、お前斬首だぞ斬首。船長の意向に逆らうんじゃねえ。ダサくないから、超気に入ってるから俺本能寺。最初から本能寺にしようと思ってたし。バカが、バカどもが、負け戦で終わらせないんだよ、俺は。俺はね、燃えて炎上して終わらないという意味も込めて。いや、でも炎上して終わるのは本能じゃない。お、謀反早い。俺が乗ってるのが、最大の、最大のね、不安要素。この船に、信長が乗っているときは、危ないぞ、本当に。よし、じゃあ出航したいけど今日は確認なんだよな。まだやることあんだよ今日。とりあえず配信はまあちょい歯切れ悪いけどこの辺で、わいおい、この辺で息絶えてんじゃねえんだよな。配信終わろうかと思った途端に死んだんだが、信長副船長に聞いたディスコードがあるらしいんだよね。もう現在、ファミリー90人。バカバカじゃん。お前らよく、よく勝ったな、このゲーム。90人に買わせたのか。やったな。やってんね。お前ら、本気で取りいけるぞ。壊れる90